ケスの右、左、左ボディ。はい、こんにちは。今回は3名のテクニックがすごい日本人ボクサーとその3名が敗れた試合を紹介いたします。誰もが井岡選手を歴代日本人ボクサーで最もテクニックが優れているボクサーの中の一人として挙げるでしょう。距離感の良さ、ガードの硬さ、上下に打ち分ける無駄のない攻撃など、総合力で非常に高いレベルを誇っているのです。2018年の大晦日、井岡選手はドニー・ニエテスと WBO 世界スーパーフライ級王座決定戦を行いました。井岡選手とニエテスは共に世界3階級制覇王者で、この試合の勝者が4階級制覇王者となるのです。序盤、ニエテスは左ジャブの差し合いで優位に立ち、距離をコントロールいたします。ニエテスはたびたび接近戦に持ち込み、両者打ち合いますが、ニエテスがことごとく打ち勝ちます。特に井岡選手の打ち終わりを狙って有効打を放つのです。さすがに10年以上世界王者に君臨しているだけあり、攻防ともに隙がないのです。距離ができるとジャブやワンツー、そしてパンチを外してカウンターを放ち、自分の距離をキープします。ニエテスは井岡選手のパンチを見切り、接近戦でも自分のパンチだけ当てて完全にペースを握ります。ニエテスは身長が160センチで華奢な体型ですが、抜群の距離感、防御テクニック、攻防一体のボクシングを兼ね備えているので、4階級にわたって戦うことができたのでしょう。終盤になっても井岡選手のパンチが当たらないのです。渡辺二郎選手も歴代日本人ボクサーでテクニックにおいてはトップクラスでしょう。距離の取り方、ディフェンス能力、攻防のバランスの良さ、そして試合巧者ぶりは突出しているように感じます。攻撃パターンも豊富で、上下にパンチを打ち分け、強弱をつけてじっくり相手を見て攻撃するので、相手の反撃に遭うことがほとんどなかったのです。時には強引に行くこともありますが、それでも余裕を残したボクシングを見せるのです。飛び込んでくるファイターには必殺の右フックをカウンターで合わせます。渡辺選手に城小泉さんがついていたのですが、城小泉さんはヒルベルト・ローマンが世界ランカーになる前から、世界王者としてずっと防衛していくと、いつかヒルベルト・ローマンが目の前に現れるだろう、
そして触らぬ神にたたりなしとメッセージを送っていたという逸話があります。また元世界王者の薬師寺選手が渡辺選手と対談した時に、これまで見たボクサーでローマンが一番うまかったと語っておりました。というのも薬師寺選手が日本ランカー時代にローマンとスパーリングをしたのですが、ローマンに触れることさえできなかったと告白しておりました。試合巧者の渡辺選手がペースを奪われ、いつもの余裕が徐々になくなっていくのです。終盤に入り、渡辺陣営はポイントで勝っているから残りのラウンドを流す作戦に出ましたが、この作戦が裏目に出たのです。ヒルベルト・ローマンの手が上がります。歴代日本人ボクサーの中で多くの人がディフェンスの達人として名前を挙げるのは川島博史選手でしょう。川島選手は高校時代には鬼塚選手と戸口選手を破って高校王者となり、プロ入り後は期待されていました。しかし新人王戦で戸口選手に KO され、挫折を味わい、さらに拳の骨折などで回り道をしましたが、持ち前の防御テクニックを磨き世界王者となりました。アンターチャブルと呼ばれた川島選手は、打たせずに打つボクシングを完成させ、防衛回数を重ねていきました。川島選手は WBC 世界スーパーフライ級タイトルの7度目の防衛戦で最強の挑戦者ジェリー・ピネルファを迎えました。ジェリー・ピネルファは父のカールがプロボクサーで、兄のドディボーイも元世界王者というボクシング一家で、子供の時からボクシングをしていたのです。ピネルファは川島選手が世界王者になった時から挑戦を申し込み、川島選手のディフェンスを研究していました。後にピネルファは、川島はパンチを当ててもパンチの威力を殺すんだ、あれを十分に想定できていなかったらあの試合に勝ち目はなかったと述懐しておりました。ジェリー・ペネロソは約2年半、川島選手の防御技術を研究した成果を発揮し、川島選手のアンタッチャブルを打ち破ったのです。